超乃木坂スター誕生ライブ直前、スタタン名場面&聞きたい曲紹介。どうも、タイルのレンジです。エンタです。ヨウジです。はい、ということで、もうすぐですね、12月の、16、17の土日で、超乃木坂スター誕生ライブが、国立代々木体育館で、開催されるということで、これまでの超乃木坂スター誕生になってからの番組での名場面と、実際にライブでこのメンバーにこの曲やってほしいっていうのをそれぞれ考えてきたので、それを発表していきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、ということで、ね、冒頭で簡単に説明したんですけれども、もうすぐですね、スター誕生ライブがあるということでまあ、これまで番組でやってきたこう曲の中からこう一番印象に残っている曲だったりっていったものを、それぞれメンバーで一つずつピックアップしてきて、それを紹介して、あとプラスで、実際のライブでこのメンバーにこの曲歌ってほしいという、これまでのそう超スター誕生と新スター誕生でもやってない曲の中から一曲ピックアップしてきてるので、そちらを発表していきたいなと思います。そう、ライブではね、そのオリジナルでね、その前回の時も歌われたりとかしたんでね、うん、やっぱりそこをね、やってここでやってほしいなみたいなのがいっぱいあると思うんで、そこをね紹介していければと思います。はい、で発表の順としては挨拶順で、僕が一番でエンタ4時の順で発表していきたいと思います。はい、ということでね、一番手レンジなんですけれども、レンジが、選んだ名場面は、ししゃもさんの君と夏フェスですね。いいね。はい、こちら、川崎さくらちゃん、井上なぎちゃん、富里奈央ちゃんの3人でやってた曲なんですけれども、やっぱこうね、やっぱアイドルっていうのもあるんですけど、やっぱああいうガールズバンドの曲をこうキャピキャピにやってくれるのはすごく見ていて合ってるなって思って、眩しいぐらいキャピキャピしてマジで思った。シャモも好きだしね、真の徒歩では明日もやってたし、そう、いや、シシャモの曲がね、まあこう結構こうなんていうのかな、青春じゃないけどこうなんか若い女の子の気持ちとか代弁してたりするから、よりそういうのをこう5期生がやってるっていうのがすごく合ってるなって思って、僕個人的にこう印象に残ってたものになります。でですね、僕が、スター誕生ライブの方でやってほしい曲の方がドリカムさんの未来予想図2。あ、いい、もうベタにいい、ベタにもう王道かもしれないですけどこうやっぱこうちょっと前の曲をやっぱこう若い子がこうカバーするじゃないけど、うん、やっぱこうスタタンの中では結構そういうこと多いじゃないですか。めっちゃ、うん、まあまあまあ、もともとそういう、そういうセットだからね。もともとの4期の時は昭和歌唱なんかこうみたいなところがあったけどね。そうそうそう。ちなみにそれは誰にやってほしいんですか。こちらはですね、井上なぎちゃんって。ああ、合うな。絶対合う。もう間違いない。もう合うね。そう。いや、なんかこうなんていうのかな、なぎちゃんのこう なんだろう年。あとはちょっとまた違う、この大人っぽさじゃないけど落ち着いた感じがこう合うんじゃないかなって思って、うん、なぎちゃんを、いや間違いないね、本当もらいました。はい、ということでレンジャーこの2曲でした。はい、ということでね、続いてエンターなんですけど、まあ、僕はね、このスター誕生というこの番組自体が大好きで、はい、あ、1曲選べとちょっとなかなかちょっと、いやもう 5曲10曲選びぐらいではちょっとギリかなぐらいな感じちょっと1は濃くなった、そうちょっと濃くなったけど本当に、まあ、ちょっと話したいこともねちょっと募るんですけど、はい、まあ、ちょっとね言っていこうかなと思います。僕がね選んだ超スター誕生で選んだ1曲は伊予木ママちゃんの優しさで溢れるようにでございます。あれマジで、ね、マジで染みた。いい、ね、もうリアタイしたけど本当に泣くかと思った。あの曲って結構いろんな人にさカバーされてるけど、もともとそう、ジュジュさんの曲で、うん、で、まあ、フラワーとかね、まあね、うん、ご存知の通りフラワーとかいろいろな人がね、やってるんだけど、めちゃくちゃ曲が好きで、もともとで、しかもイオキちゃんがソロでね、歌ってくれるなんて、もうこれ以上の幸せなことはなかったということで、この1曲を狙いました。
じゃあね、僕がスター誕生ライブでねやってほしい曲に関しては、まあ、これもね伊沖真央ちゃんにやってほしいなと思うんですけど、エメの恋煩いでございます。あーいいね、いいね。個人的に伊沖ちゃんの歌い方にすごいエメが合うと思ってて、でその中でもね、まあ、ちょっと有名だし、まあ、ちょっと若干古いんだけど、うんうん、まあ、でも、まあ、名曲ということ で、ね、絶対合うなっていう個人的に思って。ただの伊沖ちゃん好きじゃんもうそう、まあ、多分ねみんながナギちゃんとかさ、まあ、ソロ歌唱とかだったらナギちゃんとかアリノちゃんとか ね、うん、まあ、確かにそっちね選びそうだから、いろはちゃんとかそっちの歌う、ね、そうだから俺はちょっと伊沖ちゃんを前面に。でもマジで5期生全員ソロ歌唱のポテンシャルあるよ。いやある、そうみんなないよね本当に。何なんだろうね、すごいね。だからもう正直ね、選ぶのもなかなか大変だったんだけど、うん、そう、まあね、ということで僕はエメさんの恋煩いをねぜひ陽気ちゃんに歌ってほしいなということで以上になります。最後幼児ですね、はい、幼児の超スター誕生名場面は井上凪ちゃんが歌った安室奈美恵さんの Can You Celebrate? いやー、あれよかった。いやマジでよかった。いやーね、いや本当は正直ね、こう今回超に絞ったんで あれですけど、あの絞んないで、あの5期生っていう枠で言ったら最初ねパッと思い浮かんだのはアルノちゃんのファーストラブだったりした。あーやっぱあの最初のあの衝撃やばかった。そう、あのね最初出てなかったんだけどね、あのシンの方は岡本ひなちゃんとアルノちゃんは休止したん でそっから復活して一発目のファーストラブもえぐかったね。あれはそう、お見立てとかで歌う前の知ってましたけど、うん、いやすげえなと思って。そう、まあね、ただ今回はまあ超 ね乃木坂スター誕生に絞るとしたらやっぱりね、なぎちゃんのギャムセレブレートね、うん、マジでめちゃめちゃ歌うまかったし、本当ね、なぎちゃんもなんかね難しかったって言ってたけどめちゃめちゃ上手くて、でもともと曲が好きっていうのもあって、まあね、安室ちゃん大好きですから、ね、そうやっぱり、ね、平成生まれなんで、うん、まあもうみんな好き、みんな好き。安室ちゃんはね、だから本当最近あのねサブスクからね話題になってましたけど、サブスクから安室ちゃん突然ね消えたらしい、ちゃってめちゃめちゃショックを受けてる一人なんですけれども、ちょっとね、あの安室ちゃんが好きだったしだっていうのもあるし、でその中でねやっぱりなぎちゃんめちゃめちゃうまかったんで、うん、めちゃめちゃ良かったですということで名場面は、以上です。はい、で、ライブでね新たにやってほしい、メンバーと楽曲はですね、はい、中西アルノちゃんに、はい、平井堅さんの愛しき日々をやってほしいなとはい思います。いい曲ですもんね。いい曲、はい、まあいろいろ理由はありましてまず平井堅さんもともと結構好きなんですよ、はい、でその中でも特に愛しき日々をが好きなんですよ、うん、まあだからそのね自分のね大好きな歌手さんの大好きな曲をやってほしいっていうのもあるんですけど、あの平井堅さんって結構キーがね難しいんですよ。まあ確かに、あの男にしては高いし、でも女性にしてはちょっと低いみたいなぐらいだと思うんですよね、キーが大体。でもアルノちゃん結構ぴったりなんじゃないかなと思って、うん、アルノちゃんって割と低い声も出るんで、うん、意外と平井堅さんぐらいのキーがアルノちゃんに適してるんじゃないかなと思って、うん、だってそれこそアルノちゃんって瞳を閉じてソロでやってたから。あ、そうそうそう、確かに。なのでまあそれをねキーのことも考えてちょっとアルノちゃんにね愛しき日々を。うん、本当かその理由。いや本当、俺はいや別にこの理由が嘘だとは思わないんだけど、俺が一番やってほしい理由が明確にあってこれあの知ってる人ねいるかわかんないですけど、あのジンっていうねあのドラマがありまして。懐かしいな。僕とねヨウジさん大好きなんですよこのでそれのねあの主題歌だったんで、あれあのミーシャのねさんの方も最初そう会いたくて、そう思ったんだけどやっぱねキーとかまあいろいろあと、どっちかというと僕愛しき日々のが好きなんで、うん、そう今さ、うん、そうパッとねそれ聞いた時にまあその理由が嘘だと思わないけど、まずそこ言うと思って、うん、絶対ジンだろうと思ってそういやそれはでも個人的理由すぎるから言われてもいやでもね、そう、まあ、いやでもね、いや多分ね視聴者さんの中に共感してくれる人がいたら嬉しいなと。そう、ジンのねジンね、めちゃくちゃいいドラマで何ジンの番宣入ってんの。いやでもね、見てる人なら分かると思うあのいつのだろうね、本当に
もう10年以上15年ぐらい前ですかね。俺らが小学生ぐらいだもんね。なのでね、まあ分かる方はあんまりいないかもしれないんですけど、まあ普通にね、そのまあジンの歌だったっていうのはまあ置いといて、まあ普通にアルノちゃんにね、うん、愛しき日々をいい曲なんでね、やっていただけたら嬉しいなと思っております。以上です。はい、じゃあここまで見ていただきありがとうございましたね。実際にライブで、まあ、今言った3曲の中から実際にあるのかもわからないですし、まあ、曲無限にありますからね。無限にあるからね、まあ、何の曲が発表されるのかもそうですよね。あのぜひ僕らも行くんでね、皆さんももし行くかと言いましたら一緒に楽しみましょう。はい、この動画を見て乃木坂スター誕生ライブ見たいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんで行きましょう。